演武開演。どうも、本日はこちらファミリーマートの塩キャラメルカフェを食べたいと思います。塩キャラメル、先日ローソンのドーナツであったけど、カフェ、ではいただきます。ちょっとドーナツに負けてるような気もしますね。先日のローソンのものに比べると、塩が入っていることによる旨味があまり感じられなかったのはちょっと残念でした。ですがキャラメルの苦味はあって、そのコーヒーの異なる苦味もあり、さらに上にパウダーがかかっているので、ティラミスのような風味を味わうことができたのはとっても美味しかったです。次はお塩の旨味が入っていることを期待します。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。